それではゆうこ、ギターを壊しちゃってください。すごいね。全部解読しましょう。私ベースやってたからね。そっか、やってんだよね。気をつけて、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 可愛い。大丈夫かな。いや、危ない、危ないよ、危ないよ。一瞬こういうタイプ、こういうタイプ。危ない、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 大丈夫、大丈夫、大丈夫、ありがとう。ビビってる。なんだか。ないよ、ゆうこ。あら、ずっと言ってるで。すごい。いつも怖い怖い怖い、私怖いよ。ほら、あ、怖い怖い怖い。大丈夫、大丈夫。あー、やばい、やばい、やばい。ちょっと。やばい、やばい、やばい。やばい、やばい、やばい。やばい、やばい。今日のスローモリでどうしよう。でも真面目やな、こいつな。あ、今どうしようか。そんなバカなガムテープで。一気につけた。あんなに言ったのにって怒ってますよ。ほんとごめん。食べてみよう。これちょっと食べてみよう。ここで止めればいいんだけど。こんな簡単に壊れるもんかね。出た名言、高橋の名言。こんな簡単に壊れるもんかね。接着剤でかなんかで、とりあえず今くっつけなきゃ番組もあるかな。そうか、高城もあれですからね。知らないですから。ガッとここにかけておいて、かかんないですかね。まずそれができ、うわ、おしょい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 。あ、両面テープ、これガムテープか。うわ、しょい。高橋の、あの、ギターを、ギターがに背を向けるであれ、なんだろう、よいしょってギターから。高見がまだ一回も優子のこと責めたりしてないよ。そうやね、優しいな。でもそんな優子が最後裏切りますからね。相当ショックですよ。すぐに行きましょう。現実逃避してませんね。出た、高橋の現実逃避。ここで森 D と AD2 人が帰ってきます。さあ、こいつ、こいつめっちゃめっちゃいいやつやな。こいつ何これ、おかんだよ。合唱したのなんで。おかんだ、二人になっちゃったから。おかんだ。この場でモリディに入ってもらいましょう。